田中康夫チャンネルへようこそお越しくださいました。新党日本代表衆議院議員の私田中康夫です。スポットライト症候群ということがあるというのはですね、去年の暮れから申し上げてきました。すなわち戦略や戦術も持ち合わせぬままテレビのライトを浴びるとついつい、気分が上気をしてですね、その瞬間思ったことを言ってしまうという状況が官房長官、防衛大臣、外務大臣、国土交通大臣、その他首相に至るまでですね、様々な人々が皆スポットライト症候群になっています。自由民主党の政治が良かったわけでは決してないので、皆さんは政権交代を選んだのですが、いささか政権が政権停滞になっていたり、あるいは交代の字がチェンジではないようなですね、バックという字になってしまっているのではないかという、げんなりとした気持ちを皆さんは抱かれているのではなかろうかという気がいたします。こうした中ですね、なんと、最近国土交通省が言い出したことで2つびっくりたまげーションの内容がありました。一つはですね、ゴールデンウィーク、5月のゴールデンウィークが皆がその瞬間に取ると高速道路も、ね、値段を下げたのでもっと大渋滞になっちゃうので、各地域ごとにゴールデンウィークを取る時期をずらそうという考えが国土交通省を持ってるらしくて、なんと辻元清美さんという人がですね、座長になって、びっくりしたことにその内部資料によればですね、5月の第1週には千葉県がゴールデンウィーク、第2週は埼玉県がゴールデンウィーク、第3週は神奈川県がゴールデンウィーク、第4週は東京の A 区がゴールデンウィークにするって言うんですけど、こんなに非現実的な話はないわけでございますね。というのはだって東京と千葉県あるいは埼玉県の境で電車や交通機関は休日ダイヤと平日ダイヤに入れ替わってしまうんでしょうか。そんなことができるわけもありません。あるいは金融機関やコンビニにある ATM がですね、県境を越えただけでですね、休日のですね、手数料を取られてしまったり、平日だから手数料が取られなかったりなどということが起きるとすれば、まさにこれこそ消費者側の都合、希望ではなくですね、行政という供給側の都合に過ぎないという話になってしまいます。ということで、この件に関しましても日本開国で詳しく述べていますが、なんと驚いたことにもう一個ですね、タクシー会社を会社別にですね、格付け評価をするという、またびっくらたまげーションなことを国土交通省は考えています。皆さん例えばですね、ホテルであったり料理店であるならば、これはチームワークでありますから、そこのサービスというものを評価することはできるかもしれませんが、タクシーの場合は個人タクシーでなく法人タクシーであっても基本的に流しをしているわけですから、個人営業であります。でこのタクシーをですね、格付けによって流しの車の中から選べるようにしようなどと言ってますけど、流しの車の中からどうやって一体選ぶんだという話であります。そんなことならばロンドンタクシーのようにですね、タクシーの運転免タクシー免許を取る前にですね、自転車に乗ってロンドンの市内をくまなく回って、 A 地点から B 地点に行く場合にはどういう経路で行くべきかということを実地調査をして合格した人がタクシー運転手になるということの方がはるかに優れいことだと私は思うんですね。ましてや例えば羽田や箱崎でですね、家族旅行に行ったので大きなトランクが3つある5人家族がタクシーに乗ろうとしても、まずは5人乗れません。タクシーが3つトランクになんか入るわけもありません。とするならばですね、景気浮揚のためにも日本の自動車会社が協力をして、ロンドンタクシーのようなトランクが大きくて、6人は乗れるというようなですね、タクシーの車体を共同開発して統一する方がはるかにですね、このことに政府が、リーダーシップを振るう方が良いんじゃないかという気がします。考えてみればですね、大手鉄道会社の格付けであるとかですね、そのようなことや、あるいは自動車会社のですね、ディーラーの格付けなんてことは国土交通省は決して言わないわけですから、とするとタクシー会社の会社による格付けなどということを言うというのは、タクシーという業界をですね、一段低く見てんじゃないかという気がしてなりません。まあ確かにですね、道を知らないのに道を知りませんって言えない運転手さんや、どこどこって言うとはいと言ってしまって実際には違うところへ行ってしまうというような人が後を絶たないのも事実であります。しかしお客の側もですね、交差点の、真ん前でですね、止めてしまって、それからお財布を出してお金を出すなどということをしていれば、これは後続の車にも大変に失礼なわけでございまして、その意味で言えば香港やロンドンのようにですね、交差点の何メーター以内はタクシーは駐停車禁止であるということをお客の側も理解するような、こうしたですね、ルールを作ることの方が本末転倒ではないと思います。いずれにしてもですね、決断ができないという形の中で、みんなが政権交代にいささかげんなりをしている中で、このような意味のないものが起死回生策だと仮に思い込んでいるとしたら、これこそですね、まさにコンシューマーインではなくプロダクトアウトという供給側の都合というですね、計画経済のようなお話ではないかという気がしてなりません。